須田さんが宮沢賢治さんだったわけですから、また違ったこういうね発見とか楽しさってあったんじゃないですか、一緒に共演していて。いや、すごく楽しかったです。あの須田さんとは2回目の共演させていただいたんですけれども、1回目の時は今ほど近い距離ではなかったので少し不安もあったんですけど、最初は。だけど現場に入ってみると須田さんすごいなんか本当にお兄ちゃんのように感じてくるんですよ。なんか細かなところで気遣いをしてくださったりとか、あの私たちより年下の弟たちもいるんですけど、そういう子たちもなんかイエイエイってこう楽しく話をしているのを見ていたりすると、あ、なんか須田さんって本当に何人いるんだろうなぐらい の、 あの今回は宮沢賢治としての姿をたくさん見せてもらったので、それはなんというかお勉強になりましたし、うん、一緒にこう兄弟役としてできたことがすごく幸せに感じてました。お二人初共演になったんですよね。あの共演されていかがでしたか。最高です。最高です。まあもともともうあの須田ファンでしたし、あのいつか一緒に、現場に立ちたいなと思ってまして、でまた宮沢賢治という役がやっぱりこう須田君以外には思いつかないぐらい須田君に合ってる役だなと思っていました。はい、そう言われていかがですか。もうそれ多いですよね。もう役所工事教なんで僕も、はい、本当にこんな幸せな時間はないっていう感じでした。はい、でまあ宮沢賢治成島組でなんで、はい、すごい楽しみでした。楽しかったですか、共演されてみて。楽しかったです、すごく。はい、ずっとそう喧嘩もしなくて、そうですね楽しかった。それがすごくあのカメラにも映っていて、あの会話のところがほっこりするんですけれども、ぜひ皆さんねこれから楽しみにしていただければと思っております。役所さんと初共演だったんですよね。はい、はい、そうです。いかがでしたか、夫婦役で。いや、私もあの役所工事教なんであの本当にもう何とも光栄と言いますか、本当にあの幸せでした。本当監督ありがとうございます。役所さん、それどういうリアクションされれば。光栄です。でも素敵でございますね。はい、ありがとうございます。